みんなこんにちは、ハリーです。ボーティーラッシュ投資会今回なんですけれども、トゥートゥービングチャー最新イベントみんな来た。早速行こう。今回来ましたイベントこちら、1700日記念イベント、よいしょ。やっと来たわ、やっと来た。1700日、23日が100日目だったんですけどね、1700まさか来なかったということで、5日後28日現在来ております。死者誤入したら10月、もうすでに10月なんだよ。運営さん、もう9月28日現在来たということでラッキーだったんじゃない。ラッキーの人にとってこの50個めちゃくちゃでかいんでね、ぜひゲットしといてください。いや、できればね2回がいる時に来てほしかったよね。まあ2回いる時にねちょっと使えなかったんで、この1700日50個貯めておいてね、みんなね他のガチャで使った方がいいんじゃないかなと思います。まあ現在ね、アルベルとこのクイーンが来てるんで、このアルベルクイーンに使うのがおすすめなんじゃないかなと思います。ヤマトを引きたいよって言ったんで、ぜひ引かない方がいいです。そのキャラクターは引くな。その他1700日イベント来ました。ダイヤ配布6個ある、珍しい。ダイヤ配布6個もあるの珍しいな。かけらのも10個、あ、ブースターももらいました。これね、オーバーブーストするときめちゃくちゃ必要だから、もうガキの人までクリスタルのオーブ絶対ゲットしといてください。そしてこちら、この特殊スキル玉の方ね、特殊押せね、あと なんだこれ押せね、これね特殊スキル玉、この特殊スキル玉めちゃめちゃ重要なんで、レベル上げたいなっていう人とかね、サポート上げたいなっていう人いるんだと思います。ぜひ使っておいてください、適当に。そう、1700日記念イベントイデオが飾りました。もうイデオの体どうなってんだお前、死者この優勝、これ裸だぞ、ほぼ変な悲しいようなイデオだ肋骨だよなこの体だ。まあイデオが飾りました。6円ボーナスがあります。イベントミッションとかあんのかな、まあいろいろ見ていきましょう。ミッションありますね。ミッションのハンマーもらえます。そしてコインもらえます。大配布1個2個、合計するとミッションで2個、6ボで6個だから8個、プレゼントの50個で58個、もうちょっと欲しかったな正直。また58個めちゃくちゃありがたいです。上さんありがとうございます。そして今来てるね、虹のダイヤ購入できる、課金できるところなんだけど、10月5日、10月3日、10月5日、10月10日っていうことで、基本的に次の更新は10月5日か10月10日くらいになってます。みんなで、ね、こう楽しみにしておきましょう。10月5日のイベントなんだけどさ、飛び六方の方が10月3日に終わるんだけど、この第4弾ヤマトの方がね10月5日に終わるんだよね。だから飛び六方の10月3日、これ多分ブラックバリア来るでしょ第2弾でね。10月5日の方ではなんか復刻とか来んのかな、それか1億ダウンロード、1億1000万とか1億500万、まあこの辺のイベント来るんじゃないかな。10月5日これ期待しておきましょう。来ても来なくてもどっちみち欲しいなダイヤ配布なんですけどね。そして今回来ました記念イベントこちらになってます。リリース記念イベントガチャ、保証キャラクターが3、5、9体当たります。9体え、9体すごくない？前回だって8体だったよね。え、マジか。1707個使うだけで9体当たります。無課金の人引いてくださいと言おうと思ったんですが、提供割合見てみるとね、これちょっとね、サポートにしては微妙すぎるんだよね、今回。だってさ、サポートに使えるルフィとか出ないんだよ。エリザベローとか、イデオとか、シャーロットオーブ。なんかちょっとサポートに使いにくいキャラクターが出ちゃってんだよね。ごちゃごちゃしてるっていうか、まあ、ディエスドレイクとか使えるんですけど、まあ、ここら辺のね、キャラクターに関しては、サポートとかに使えないんです。タグが少ないんでね。なので、ルフィとかがいないんで、そんなすっゲー引けっていうガチャではないです。無課金の人にとってはね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ欲しいなっていう人は引いてもいいかもしれない。イデオとか、エリザベロとか、シャーロットオーブ、ペドロ、まあここら辺かっこいいキャラクターじゃん。ディエストレイクとかもそうだよね。まあ、ここら辺のキャラクター欲しいなっていう人は引いてもいいんですけど、サポートが絶対するかっていうと、そんなわけじゃありません。なので、ディスティン、1700日記念イベント、まあそんな頑張って引くようなガチャではないんじゃないかなと思います。まあ、正直、サポートされたいなっていう人は、こういうガチャじゃなくてね、今後来るかもしれない、七部会記念ガチャとか、造形ピックアップガチャ、こういうね、かけらがついて、しかもサポートに絶対使えるよっていう工場キャラクターが当たるガチャが来るんで、この後ね11月12月とかになると毎年来てるんで、なのでこういうガチャにダイヤ使うのがいいんじゃないかなと思います。これのガチャ引くくらいだったらね、まあ、ただこれのいいところとしてはこういうねブーストがもらえるよ。特典見てほしいんだけど、ブースト玉がめっちゃもらえるんだよね。だから課金者の人とか美課金者の人で今ブースト玉さそんな足りないと思うんだよ。最近だって見てみて、だってめっちゃかっこいいアルベル登場してさ、クイーンも登場してさ、ニカとかサンジとかウタちゃん、きっとあんだろう。ワンピース好きでバウンティー始めた人からしてみたらもうムラムラするような絶賛イベント開催中なんで、アルベルとかにブーストね上げたいなっていう人にとってもね、このブースト玉ないよって人に関しては基本的に上がらないと思います。今キャラクター多すぎるんで。なのでそういう人はせっかく景品ももらえるんで引いておいてもいいんじゃないかなと思います。2周で214個しか使えません。なのでこういう工場キャラクターめちゃくちゃいいのが当たったりするんでね、サポートは弱いんですけど楽しいキャラクターたちなんじゃないかなと思います。ぜひゲットしてみてください。僕はこのブーストの方が欲しいんで、ブーストの方のガチャ引いていこうかなと思います。ロビンちゃん来た、ロビンちゃん来たけど何にもね、ここ保証キャラクター1体目当たんねえんだっけ。これ1周目で当たったはずだよ多分ね。激アツなんじゃないこのガチャ。まあ無課金の人にとってはね、保証キャラクターめっちゃ当たる機会なんてほとんどないんで、こういうガチャ引いてみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、サポートとか強くしたいよって人はね基本的に引かないことをおすすめします。誰ディフェンダー、まあ、戦闘までどんなキャラクター来たとしてもね基本的に使っていけるようなキャラクターにはないと思うんで、もう飛ばしましょう。ガン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 行きましょう。ディフェンダーしか当たんねえ。モネとか戦闘丸ベビーファイブ、ディフェンダーしか当たんねえんですけど。これこんだけ当たりの演出が多い時ってさ、なんかすげえいいよなって感じするよね。
なんかすげえついてるって感じがするよね、こんなイベントで当たりがいっぱい出ると。だから基本的にこういうイベントね引きたいなっていう人、星のキャラクター当てたいなっていう人のみだと思うんですけど、めちゃくちゃバウンティ楽しくなるような原因にもなると思うんでね、よかったらやってみてください。正直ね、アルベル登場しちゃってさ、なんか盛り下がってきた感じない？なんかニカとかキッド&ロー登場しちゃって、アルベルも登場しちゃって、もう主要キャラクターも出まくってるなって感じになったと思うんです。まあ、となってくると、この後どんなイベント来るかわかんないんですけどね、10月は毎回イベントが弱いっていう傾向にあるんです。毎年上さん、どうにかしてください。アタッカー誰か来た、異常じゃねえこれ、あ激アツ、イゾかっこいいね。アルベルに対して強く出るかもね。ゲッターナイス、誰、はい、セリオリンピック情報修正しました。ダウンしなくなったっていうセリオリンピックいいよね、この厚みすげえな、お腹かわいい。オーケー、ナイス、まあ、こういうガチャになってます。まあ、基本的にね、欲しいなキャラクターがいたでしょうか、よかったんで引いてみてください、よく考えてみてね。そしてなんか報告なんですけど、ツイッターの方 X っていうのかな、今だったらバウンティラッシュ公式 X の方が90万人突破しました。おめでとうございます。90万人突破したっていうことで、毎年ね、毎回もらってます。80万人、70万人、60万人と、刻んで配布されてましたダイヤ配布。おそらくね、近日中にあるんじゃないかなと思ってます。まあ、今日あるかどうかわかんないんですけど、まあ、近いうちにね、祝ってくれるんじゃないでしょうか。90万と400人、現在いるっていうことなので、まあ、90万人配布のダイヤ50個、こっちにも期待しておきましょう。そうすればさ、今回1700日の方で、もうすでにダイヤ配布50個されてるしね、イベントミッションとかログインボーナス合わせて58個ですか？で、プラスして90万人記念で50個で100個になるんだよね。めちゃくちゃでかいね、これ分厚いね。ぜひゲットしたいなっていう人はね、使ってみてください。見ていただけたら次の動画でお会いしましょう。ではまた。